りもおはたみとみちゃんです。ゲームの不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも呼ばれる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は創作された海賊版対策の画面を見ていきます。本日はポケモンシリーズのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。また動画内の英語等で書かれた文章は日本語に翻訳して読み上げているので、ある程度の世界観はつかみやすいかと思います。まずはポケットモンスターファイアレッドのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。まずはポケットモンスターファイアレッドのアンチパイラシースクリーン、はじめからゲームスタート。操作方法を見てストーリーを始めていきましょう。このゲームが海賊版であることを知っておるな。プレイを続けてはいかん。電源を切りなさい。わしはすでに通報する準備はできておる。この世界ではお前のような汚い海賊がはびこっているからの。ポケモンをペットにする者もおるが、違法行為に使う者もおるんじゃ。調書を作るためにお前のことを教えてくれ。お前は男か、それとも女なのか。名前を教えるんだ。名前を入力。これがお前の名前なんだな。こいつはわしの孫じゃ。お前を刑務所まで案内する。ライバルの名前を決定。待て、お前偽名を使っただろう。警察が今からお前のところに行く。連行までの間せいぜい楽しむがいい。そしてポッポとの戦闘が始まります。プレイヤーが繰り出したのは図鑑ナンバー0の欠番。欠番は何もできずにポッポから体当たりを食らってしまいます。そして欠番が戦闘不能。それと同時に異常が発生し画面がフリーズ。システムまたはゲームに変更が検出されました。今すぐ電源を切ってください。ということで、ポケモンファイアレッドのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはポケットモンスター3のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはポケットモンスター3のアンチパイラシースクリーン、オープニングムービーからゲームスタート。ああ、アローラ地方での初めての太陽だわ。とても暖かいわね。よし、二ほどき頑張るか。ニャース、あの子を起こしてきてちょうだい。ニャー。そして主人公が目を覚まします。すごい速さで起きてきてめちゃくちゃ元気みたいね。アローラのポケモンたちに会えるのがそんなに楽しみだったのかしら。選択肢が脳しかありませんね。本当に興奮してると思ったんだけどな。このアローラ地方は誰もが憧れる島国なのよ。ポケモンも人懐っこいらしいわ。あら、ベルが鳴ったみたいね。きっとククイ博士だわ。ちょっと出てくれない？ククイ博士を招きましょう。やあ、どうも。僕はククイ、よろしくね。ちょっと待って、何かがおかしいようだ。君はこのゲームを違法で遊んでいるのかい？ククイ博士、こんにちは。お母さん、少しばかり問題が起きたかもしれません。待ってください、何が起こってるんです？どうやらこのゲームの違法コピーを所持しているようです。ちょっといいか？このゲームは海賊版なんだろう。どうやら選択肢がイエスしかないようです。ビデオゲームの海賊版は深刻な犯罪だ。今すぐ電源を切ってくれ。まさかあなたがこんなことをするなんて。今すぐ本体の電源を切りなさい。そしてママからアンチパイラシーに関するサイトを教えられます。ということで、ポケットモンスター3のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。
最後はポケモン不思議のダンジョンのアーチパイらしいスクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後はポケモン不思議のダンジョンのアーチパイらしいスクリーン、階段を降りて次のダンジョンに向かいましょう。あ、おい、おやおや、誰かと思えば弱虫野郎か。う、この盗んだものを返せ。これは僕の宝物なんだ。僕の人生そのものなんだ。宝物だって？これは本当に貴重なものだったんだな。まあそのまま返すってわけにもいかねえよな。実を言うとお前らには言わないといけないことがあるんだ。お前の友達ビーチで会ったやつだ。なんと説明したらよいのやら。お前が出会ったのは指名手配中の無法者だ。な、何を。僕の知らない顔があるってこと？もう逃げることはできないぞ。さあ諦めるんだな。そしてバトルが開始。人影は引っかくで応戦。しかしドガースの攻撃によってやられてしまいます。そして二人は刑務所へ。ここは？ジェイク、君のせいなんだからね。もし君がいなかったらこんなことには。ご機嫌、俺はシュウオ二人さん。誰？私はモラルの監督者とでも名乗っておこう。モレルの監督者だって？モラルの監督者だ。お前たちが意識を失っている間にここに連れてきた。お前たちを長い時間閉じ込めてしまったな。それはなぜ？なぜならばジェイクがこのゲームの無許可のコピーを持っていたからだ。どうしてそんなことを？何か意味があったの？これは全部僕のせいだ。いつまでここに閉じ込められることになるんだろう。それも何もかも無料で欲したせいでこうなってしまったんだ。もし運命を好転させたいならばポケモン不思議のダンジョンの製品版を購入することだ。じゃあな。待って、戻ってきて。なんで。ということで今回はポケモン系のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おすすめ。